2023年アニメで一番面白いアニメ、ついに見つけちゃいました。それはリベンジャ。これはマドマギとカフェイトゼロのブロフチゲーさんがストーリー原案、シリーズ構成やってます。ちなみに10年ぶりのアニメ原案ってことです。あとど真ん中狙いの強し速球ストレートってコメントがあって、王道の燃えるストーリーが予想されます。めちゃ楽しみです。以上、2023年アニメで一番面白いアニメのお話でした。